文学じゃなくて文芸です。エディファーです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。というわけで泳げ広々ビーチ続きやっていきます。よいしょ、ちょっと座り直そう。よいしょ、今ちょっと布の擦れる音が聞こえたかもしれない、ごめんね。おお、なんかあいつ今回厄介だな。ちょっとね、あ、ここ四角になってる。さすが水の中に入るとあの亀強えな。亀だよねあれね。こっちがいけるんじゃない？いけるね、いけるね。はい、お茶の子さいさいですよ。おお、なんかいやらしいな、いやらしい動きしとるな君。はい、よい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 、全部回収しますよ。欲張りですからね私は。お、なんかあんのかなこっち。えい、スカーフィー、あ、スカーフィーとか浮いてっから意味ねえのか。なんか巻き込まれてくんねえかなと思ったね、あの渦に。オッケー、よっ、おーい、いいね。なになになに、ヤシの実ある？ないよね。あ、でもそっか、三つかっていうことはまだ見つからなくてもおかしい感じはしないね。もうちょい大丈夫そう。待って待って、巻き込まれる巻き込まれる。ほい、壁に張り付いてるな、あれ。あ、危険だねあれ。ちょっとあれには当たんないようにしよう。壁に張り付いて出すの結構いやらしいと思うんだけどね僕は。なんだいこれ、ちょっと先行ってみようか。どんな感じ、どういう、あー、なるほどね。こんなもんあれだよ、先に行った方がいいんだよ。で、なんか出るんでしょ。オッケーオッケー、承知しました。分かっちゃいました。先回りしてね、敵をぶっ倒すに限るんだよ、こういうのは。よい。なるほどね。あ、なんか、タイム制の場合、おぉ、BGM 変わってるよ、これ。よっと。ほい。あ、で、落ちると水流で戻されるわけだ。あ、もう超余裕なんですけど。完璧です。こっち側なんかあんの？あ、入っちゃったけど、大丈夫これ。ああ、戻ってくるだけね。オッケーオッケー。ないよね。夏とかなかったよね。それがただ怖いんだよね。向こう側には、ないね。なさそうですね。オッケー。大丈夫でしょう。なんかこの場所に隠し要素を2つも置くわけがないっていう勝手なあの考えですよ。裏書かれたら終わりですけど。当たんねえ、当たってよかった。ワニ、ワニくん怖いんだよ、君嫌いなんだよ僕。ほうほうほう、あ、ここ登っておきましょう。なんかあるんでしょどうせ。はい、オッケー。おい、ガチャルポン。あ、オッケー、危なかった今、無意味に当たるところでしたね。ないよね他。あー、ちょっと待って、彼は倒しておきたい。ないね、ないよね。なさそうだし危ないから戻ります。あー、なんかなんかいやらしいな。危ない危ない危ない、ここか、死角だね君にとっての。おー、危ない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 、おー、危ない危ない、結構ね巻き込まれてる今僕は。あ、左なんかありそうじゃない？あ、ないの？ないんかい。ないんかい。はい、はい、はい、はい。あ、こっちも乗れないとなると、ナッツそろそろ出てほしいんだよな。いや、マジで困るんですよ。はい、はい。これもしかして渦潮に巻き込まれずにゴールとかあったミッションで。これやったかもね、私。よくないことをした可能性がある。さあ、頬張り行きましょう。輪っか頬張り。あー、なるほどね。これで空気でやれると。バーン。バーン。ドカン。お、面白い。よっ。はい。あ、なんか出てきた。
OK。あ、なんかバナナがある。ワニがこっち見とるがな。なんかしてきそうな感じ満々じゃないっすか。よっとい。よっ、危ね。今落ちそうになった。これ落ちたら多分、また最初からだよね。で、ほうほうほう。ちょっと待って、じゃあこっちなんだ。あ、普通の道か。だったら、ボートに乗った方がいい。こういうこと？あー、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。あ、船自体の動かし方はそんなに難しくないね。こっち側に何かあるとかはないかな？ない、ないですか？本当にないね。よし、オッケー。よし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 。もう全速前進だーですよ。あ、巻き込まれない方がよさげ。オッケー。あー、ちょっとね、瓦礫で穴が開きそうな雰囲気が。オッケー、オッケー。これいけんのこいつ。あ、倒せんじゃん。おい。ごめんね、避けちゃって。すいません。もう本当にワニさんね。頑張ってたみたいだけども。で、陸地に向かって、なるほど。はいはいはい。OK。ゲット。これでワドルディは全部と。ちょっとコピー能力変えたいんだよね。あ、痛い！ちょっと待ってください。OK。ここって飛べる？ちょっと待ってね。一回吐き出して、あ、いけるじゃん。なんかあるナッツとか。ないよね。ないね。とりあえず頬張っておきますか。はい。はい。はい。よっ。オッケーオッケーオッケー。ミッションなんだっけ？ナッツだよね。あとね、俺本当にね、渦潮に巻き込まれないがありそうなんだよね、ここ。やってしまった感があるんですよ、エリーファー。あ、これは、ナッツじゃないですか。オッケー。よっと。あ、これ多分ね、渦潮に巻き込まれないだよ。ちょっと待って、あぶね。スカーフィーがブチギレてた。そうなんだよね。中途半端なダメージ当たるとこういうことになるから。あと吸い込みしようとしても怒るんだっけ、こいつ。あ、でもここの金網で向こう側見えるから、どっか行く方法あるなってのはわかるわけだ。よし。風で、ボーンみたいなことはできずと。あー、これ渦潮かな。なんもないもんね、他ミッション。見つかんないもんね。この岩とかない？ないね。そういうことですね。理解しましたよ、僕は。ああ、そういうことだ。やられた。はい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 。え、文字の看板元通り？え、何それ？え、なになになに、なんかあったっけ？文字の看板元通りって。ニードホッグ。運と力を込めれば、シャキンと飛び出す、尖ったトゲが特徴のニードホッグ。近づくものをザクッと串刺しにします。子供の頃は、トゲも可愛く短いけれど、大人になると危ない長さにぐんと伸びます。あ、なるほど。なんか敵の習性とか見れるのいいね。え、文字の看板を直すってなんだ？なんかあった？文字の看板。あ、あそこか！わかった！あれを直すってどうやって直すの？おー、なんだなんだ？
うん、ちょっと気になりますね。街に新しい施設ができたみたい。マジで？どうしよっかな。綺麗な海だね。ちょっと泳いでいこうよ。なあ、エフィリン、喋るね。なんかね、あそこも、ここありそうじゃない？なんか。もうすぐ見つけちゃうんだから、エリーファーは。素晴らしい。自分で言うのもなんだけど。コンクリートアイランド。なるほどですね。はい、というわけで本日はここまでです、チャンネル登録といいねの方をしていただけると幸いです、星のカービィディスカバリーの冒険まだまだ続きますのでぜひよろしくお願いいたします。あとですね、私エリーファーはですね、小説家志望者でして、格読むというサイトで小説を投稿しております。あとチャンネル登録といいねをしてくださいって言いましたよね。はい、あとね、小説を書き始めてから書き終わるまでを ASMR 動画として、まあタイピング音なんですけど、なんかそれで作ってまして、で、それをまあ勉強の時とかね、あとお仕事の時にぜひ BGM として使っていただければと思います。はい、というわけで、エディファーでした。また来てください。じゃあね、バイバーイ。星のカービィディスカバリーの冒険まだ続きますからね。よろしくお願いします。じゃあね。エディファーでした。バイバイ。